やった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 トラー、ついにやりました。阪神タイガースがね、ついにやりました。13戦目にしてビジター初勝利おめでとうございます。で、青柳投手が今シーズン初完投初完封で決めていただけた。やっぱり青柳投手がね、チームを変えてくれるというかね、そんな存在ですよね。本当にね、感謝です。本当に試合の方はですね、1回に大山選手のツーランで幸先よく先制してね、ここからでもね、両チームとも得点というかね、どっちに転ぶかわからんという試合だったり怖かったんですけどね、7回にね、佐藤輝明選手の、タイムリーツーベース、そしてロハスジュニア選手のね、レフトポール直撃のね、ポールパパーンパーンっていうね、ポールレフトポール直撃のね、スリーランでね、7対0、もらったと。で、投げては青柳投手がね、完璧なピッチング、9回3安打無失点完封勝利ですよね。ありがとうございます。本当に、ちゃうな、 6得点ですね。今日はタイガースね、6得点ですね。はい、まあ嬉しい。今日2軍の試合とかもあえて振りません。あ、なんかあったらしいですけどね、振りません。あえて2軍は振りません。よっしゃー、タイガース勝ったぞ。今日もってか今日勝った。で、昨日からね、打線も上向いてきてるんでね、昨日はまあちょっとピッチャー打たれちゃったけど、パワー投手が打たれちゃったりとかね、しちゃったけど、打線も上向いてきてるんでね、こっからね、一気に僕が立てた計画、交流戦までに借金を返し切るというね、計画に向けてね、ギャーンってね、行ってほしいなと思います。はい、いやー、やっぱ勝ったら嬉しいよな、マジでね。やっぱりもう涙が出そう。本当に勝つことに飢えてたんでね、勝利に飢えてたんでね、やっぱ勝ったら気持ちいいっすね。はい、明日はね、ビリカーソン投手と石川投手なんで、打線がね、火が突き出したタイガース打線、はい、タイガース打線がね、なんとかヤクルトのベテラン石川投手にね、集中打を浴びせるというか、通してほしいなっていうふうに思います。はい、まあ、島田選手が2番に入ったことによってね、まあ、結構タイガース今年全然走れてなかったんですけど、まあ、機動力が使えるようになったというかね、熊谷選手は2番に入ってからね、結構良くなってきてるんで、まあ、この調子でね、どんどん行ってほしいなっていうふうに、新打順がちょっと機能してきたんじゃないかなって昨日から思ってたんで、ここからですね、タイガースの逆襲始めていきましょう、みんなで。はい、ということで、勝利の6個おろし1番歌って終わりだと思います。6個おろしに誘うと蒼天かける日輪の青春の秋、麗しく輝く若なぞ阪神タイガース、おー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 阪神タイガース、フレ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 、万歳万歳万歳。それでは今日の動画は以上でございます。勝ちはやっぱり気持ち、ありがとうございました。ぜひ皆さんチャンネル登録も高評価もしていただけたら嬉しいです。明日も勝つばーい。